いけるか。なんとかやってみます。少々厄介ですね。でもこれならなんとか。開いて。さすがティオスケ。いえ、セキュリティが低めに設定されていただけです。ですが今の解除で他の扉のセキュリティが強化されてしまいました。とても全部は開いていられないかもしれません。そりゃまた用意周到な。とにかく下に降りるぞ。今だ。最小の首を狙え。ここは倒産。風の牽制か。ヒロだ。波状攻撃を仕掛けるぞ。助け立ちします。そちらは下がらないよ。かたじけない。ミラーバンダール、アルノール家の守護者か。あれはリベールの親衛隊。構うものか。やっ、すごい。とんでもねえな。でもあれならなんとか。わ、来たか。レクターさん、出席者の皆さんは無事なんですか。ああ、今のところはな。話は後、後ろからも来るわよ。ね、機械音を確認。何か来たみたいだ。マフィアのアジトにいたのと似たようなタイプ見てたな。とにかく撃退するぞ。データ収集を開始します。よし、せいっ。行くぜ。私の番です。ああ、任せて。俺の番だな。せっ。任せろ。ぜ。さてと、はい。行きます。よし。任せろ。さてと、そこ。行きます。行くぞ。えいっ。その程度じゃ俺たちは止められない。
なものまで。多分屋上からタワー内に放ったのだと思う。しかし今のは結社ってのが作ったもんじゃねえろ。闇に流れたのを手に入れたか、それともどうでもいいが、あっちもケリがつきそうだぜ。化け物どもが。仕方ない、最終プランに切り替えるぞ。スタングレネード、下がれ。このシャッターは。どうやら簡単には突破できなさそうですな。皆さん、お前たちか。どうやら無事撃退できたみてえだな。ああ、しかしこのままでは逃げられてしまう。ティン、やれるか。自信はありませんが、やるだけやってみます。やはりセキュリティレベルが最大まで上げられているように使っても、この音型の端末では。そうか、私だ。ああ、なんとかこちらはしのいだばかりだ。何、連中がエレベーターで地下へ降下しているだろう。と、屋上にある飛行艇で逃げるつもりじゃ。考えられるとしたら、飛行艇に搭載した動力爆弾を自爆させるってところか。確かにそれならば、このビルごと最小たちを葬り去れるというわけか。確かに、テロリストたちならそこまでやりかねないわね。愚かな。さすがにピンチだね。こうなったら力ずくでもこのシャッターを。なんとかなるかもしれません。何？へえ、これはこれは。はっ、てめえが僕のベースをめちゃくちゃにした犯人か。絶対許さねえ。吠え面かかせてやる。威勢がいいな。そこまでです。おとなしくタワーの制御を解放してもらいましょうか。仕方ない。まあほんの暇つぶしだったし、楽しめたから満足かな。それじゃせいぜい死なないように頑張ってね。そちらは後です。早くタワーの制御。ヨナ、戻ってきてくれたのか。ええ、どうやら今日の便で帰ってきたみたいですね。やりました、タワーの制御を解放します。やった、エレベーターは使えるか。ええ、ロックは解除しました。テロリストたちが使用中の一機は使えませんが。ならば私は屋上に。飛行船に搭載された動力爆弾を解除する。キリカさん、できるんですか。ええ、傍聴関係者には最低限のスキルだ。レクター初期間手分けするとしましょう。ま、しゃあね。ならば我々も付き合おう。連中が人形兵器の守りを残している可能性はありそうだ。そちらはどうか、テロリストたちの追撃を。今ならなんとか捕まえられるかもしれません。承知した、バニーズ。我々も追撃に出るぞ。敵は二組、手分けする必要がある。了解しました。あいあいさ。ええ、わかりました。そこまでわかれば十分です。ご苦労でした、ヨナ。それではまた後で。ヨナはなんて。テロリストたちの逃走ルート割り出せたそうです。オルキスタワー。
キブ。そこからジオフロント方面に逃走したみたいですね。キブということはタワーの地下部分になるのね。確かにジオフロントの各区画と接続されているはずだけど。よし、必ず捕らえるぞ。あんな真似をされて逃がしたらクロスベル警察の名折れだ。それはこちらも同じだ。ギルドが正式に立ち会った国際会議において、あの暴挙、見逃したとあっては悪しき前例を作りかねん。ええ、絶対に捕まえます。屋上の動力爆弾もちょっと心配ですけど、キリカさんとレクターさんなら多分大丈夫だ。ユリア巡査やミュラー少佐もついていってくれてるし確かにあのメンツなら間違いはありえなさそうだな。しかし随分と長いこと降り続けてる。まあ地上35階から。しかもクロスビルの最深部にご案内ってわけだね。時間が惜しい。遅れずについてくるがいい。やれ、元気なに。私たちも急ぎましょう。ああ、これはすごいところに出たな。なんだか圧倒されますね。どういう場所なんだい。オルキスタワーのメインシャフトになりますね。巨大なタワーの重量を分散するための場所みたいです。話は聞いていたけど、こんなに大きな空間。まあとにかく急ごうぜ。ああ、これは間違いなさそうだな。ああ、共同戦線はここまでだったようだ。ダドリさん、アリオさん。あの、どうかしたんですか？面倒なことになった。テロリストどもはここで二手に分かれたらしい。それって最初を狙ってた連中と大統領を狙ってた連中がここで別れたってことか。ああ、間違いあるまい。共和国のテロリストはそちらのジオフロント C 区画。そして帝国のテロリストはあちらの D 区画に逃げた。よくわかりますね。なるほど。決め手は足跡かい。ああ、偽装している余裕はさすがになかったと言える。だったらここは二手に分かれましょう。急がないとこのまま連中に。ああ、それが最善だろう。右手の C 区画は私とマクレインの二人で追う。お前たちは D 区画に逃げた帝国のテロリストどもを追え。人数を分けないんですか。さすがに2人だけというのは。こちらの C 区画は熱処理プラントなどがあって少々面倒な場所だったはず。
逆にそちらの D 区画は広くて探索が大変なはずだ。いい分担かもしれねえな。ロイド、時間がねえ。それで行くとしよう。ダドリーさん、アリウスさん、どうかお気をつけて。そちらこそ。敵は自分の命すら厭わない危険なテロリストどもだ。くれぐれも気をつけろ。はい、了解しました。よし、ジオフロントから脱出される前にテロリストを捕まえるんだ。ええ、きっちり落とし前をつけさせてやらねえとな。ここは地下の駐車場か。ええ、いずれ車社会がクロスベルに到来した時のために。いや、それにしたってデカすぎねえか。そんな需要があるとはとても思えねえんだが。察するに議員と役人たちがありもしない需要をでっち上げて。なるほど。ええ、残念だけどそういうことね。今はハルトマン議長の失脚で一時中断しているみたいだけど。まあそれが正解だろうな。しかしここまで広いと追跡するの。アクセス。人らしき反応を確認。どうやら8名ほどの集団がこの付近を移動中。本当か。意外と早く追いつけそうだな。急ぎましょう。うちの女性陣は揃いも揃って勇ましいね。とにかく追いかけるぞ。多分あそこまで降りるルートがあるはずだ。おう、こうなれ意地でも捕まえてやるぜ。任せろ。
私のそこ援護します。電磁ネット投射。なんとかなりましたね。よっしゃ、畳みかけるぞ。大丈夫か？えっと、今だわ。みんな、上出来かしら？やるじゃない。私の番です。と。よし。やっと。
俺の番だな。さてと。行くぞ、みんな。よし。せいは。私の番ね。行くぜ。私の番です。
の番ですね。バースト発動。了解。ギャラ。任せて。はい。任せとけ。はい。行くぞ。行きます。そこ。やっ。さてと。任せてくれ。えいっと。あたしの番ですね。さてさて。私の番です。はい。やあ。任せてくれ。なんとかなったわね。畳みかけるぞ。了解。今だわ。みんな行く。上出来かしら。やるじゃない。
気に行くぞ。アイサチャンスだ。よし、よし、上出来だ。さすがですね。なんだこれは。動力爆弾、その先だ。行ってみるぞ。ここは地下の貨物路線かな。ええ、オルキスタワー方面に資材と貨物を運んでいるのだけど。皆さん、あれを。これは。その敵を振り切るつもりか。他にルートはないか調べてみるぞ。私の番です。ここだ。よし、よっしゃ、いい感じだぜ。やるじゃない。私の番です。えい。うっしゃ。ぜ。任せて。へっ。任せてくれ。よし、はっ。行きます。タワ。うっしゃ。やがれ。任せてくれ。やっと。任せて。やっ。はい、そこです。戦闘終了。やれやれです。敵出現。やっちゃいましょう。
行くぞ。全力全開行くぞ。アイサー、行くぜ。よっしゃ、回り込めたか。
連中はこちらを負けたと思っているだろうね。ああ、追いつくチャンスだ。やっはっ。よし、一気に行くぞ。わかった。せっ、やっ。私の番ね。私の番です。ここだ。よっしゃ、いい感じだぜ。やるじゃない。残念ながら別のルートから何とか追いつけた。どんなデータを入手したのかは知りませんが、正確ではなかったみたいですね。だいたい何なのだこのガキどもは。クロスベル建設特務支援課だ。テロ活動、破壊工作の現行犯および要人暗殺代理。警察だと。たかが自治州の警察ごときが我らの大義を邪魔するか。ふざけないで。あなたたちこそどれだけの人を巻き込む。やれやれ、いるんだよね。大義名分と自分に酔っちゃって周りが見えなくなる連中って。誇りを忘れて虚しき繁栄をむさぶるだけの愚民どもが。反省する気ゼロみたいですね。我々とて無関係の者を巻き込むのは本意ではない。だがこれ以上あの男を放置すれば帝国はめちゃくちゃになってしまう。それを邪魔するというのであれば何者であれ容赦はしない。話しても無駄だ。とにかくぶちのめすぞ。強そうね。みんな気をつけて。分かった。
よし。警察風情がここまでやるとは。確かにクロスベルは富を享受してるのかもしれない。だが俺たちはそれに溺れて誇りを見失ったりはしていない。さまざまなしがらみと圧力、それらに押しつぶされながらも壁を乗り越えようとあがいている。血を侮っていたタワーを爆破しようとした。やりすぎだったことは認めよう。それじゃ、それでも我々は鉄血宰相を討ち取るまで捕まるわけにはいかんのだ。皆さん来るぞ。私の番です。レイ、そこ。俺の番だな。手こずってるかい？それ。行くぞ。さてと、そこです。任せろ。よっしゃ、全開でいくぜ。エイデイです。ほら、私の番ね。Thank you.
よし、それ私の番です。よし、やったか。乗っている人間を早く助けないと。いえ、
中から生体反応はありませんでした。どうやら自動操縦で操られていた。おい、マジかよ。人形兵器といい、どうやら妙な連中の協力を取り付けていた。話は後だ。とにかく逃げた連中を。とにかく行ってみるぞ。これも契約でな。対空レーダーを潰した連中もエイドス行きにしておいた。心置きなく行け。無念。シャーリー、残りもやっていいぞ。他の連中には手を出させないから、遠慮なくかかってくれば。それじゃあバイバイ。やめろ。あや、邪魔が入ったか。わか遅かったな。正直シャーリー、こんなところで何をしてやがるんだ。ダメ。どうやら全員鼓動切れてるみたいだ。何なんだあんたたちは。なんでこんな非道なことを。言っただろう、ビジネスだ。帝国最小および皇族を狙った不届きなテロリストを処刑する。それが今回帝国政府から俺たちが受けた依頼ってわけだ。まさか。うん、帝国政府からの委任状もちゃんとあるよ。これがあればシャーリーたちに手出しはできないんだよね。そ自治州法第19条3項、帝国共和国政府によるクロスベルデの公的執行権。その通り。つまりこの件に関しては俺たちは帝国政府の代理、正式な処刑人ってわけだ。用意周到じゃないか。おじき、なんでこれ。
殺した。なんで殺しやがったんだ。あんたが盗撮に無力化できただろうが。どうしてぬるいわ。まっ、ランディ先輩。ランディさん、言っただろう、処刑を受け負った。それにこの程度の殲滅戦、貴様には珍しくもあるまい。そもそも貴様らがとっとと連中を捕まえておけば、この結末にはならなかったはずだ。この結果が鉄血に政治的に利用されることになる。そんな、まさか。せめてもの情け、一匹だけは見逃してやる。シャーリー、話してやれ。もったいないな。まあ、いっか。雑魚だと遊び場がないし。はい、パス。逃げられないでよね。さて、引き上げるぞ。報酬も入ることだし、今夜はパーッと行くか。やっ、それじゃまたね。わ、失礼します。じゃあな、ランドルフ隊長。ふざけんな。何のために。社長、その者たちには重大な権利が、共和国政府の委任状があっても連れて行く権利などないはずだ。そう言われましても、長老方、上からの社名納得できないようであれば、実力行使をされても結構です。そこの風の牽制殿ならば、我らの友人とも良い勝負でしょうし。伝説の教師委員、顔を合わすのはこれが。それ以外もかなりの手だ。さすがに少々分が悪そうだ。心配せずとも、もう一方のテロリストほどひどい目には合わないか。せいぜい政治犯として、民族主義者たちへの牽制に利用されるだけでしょう。ふざけるな。貴様ら東方人のせいで我らのカレバードは。ロック・スミス大統領、思っていた以上のタヌキの。個人的には親近感を感じる方です。文句や抗議が終わりでしたら、どうぞ大統領府の方へ。それでは引き上げましょう。はこちらはもう安全だ。安心してくれたまえ。テロリストたちの方は、共和国の一団はヘイユエという貿易会社の社員に捕らわれたそう。何でも共和国政府の逮捕委任状を持って。おお、それは頂上。彼らは我々の友人でしてな。身分は保証しますから。ご安心。そして帝国政府による委任状のもとに、赤い星座なる両兵団のほぼ全員が処刑。なんてことか。最初、一体どういうつもりか。帝国政府が処刑などの名目で国外で両兵団を運用しただと。ええ、確実を期す。
私はともかく王子殿下を狙った罪は万死に値すると言わざるを得ません。よく言うぞ。確かに自治州法では認めざるを得ませんが、だがこれはあまりに真理に基づくやり方ではありませんか。おお、それは誤解です。それよりも方々、図らずとも証明されましたが、この程度のアクシデントですらクロスベル自治州政府には自力で解決できないということ。まんまとテロリストを会議の場に近づけた、無様に取り逃がし、結局は我々の配慮によって逃亡を阻止できたわけ。確かに先ほどの議案の良い事例と言えるであろう。ええ、失礼ながら実際に命を狙われた皆様方にとって先ほどの駐留案もはや真剣に検討せざるを得ないのではありませんかな。あなた方はなんと強引な。まさかそのためにここまで悪辣な仕掛けを用意しているとはね。皆さん、議論が脱線しているようです。最小閣下と大統領閣下のご意見も拝聴に値しますが、その前に襲撃によって邪魔された私の発言を再開させていただきたい。ディーター君。ほう、うん。して、どのような定義？いえ、定義ではなく決意表明と言うべきでしょうか。迷いもあったのですが、この事件で決意は固まりました。今この場をお借りして一つの提唱をさせていただきます。我々はもはや他国の思惑に振り回されるわけにはいきません。周辺地域、いや大陸全土、恒久的な平和と発展のために、私はここに市民および大陸諸国に対しクロスベルの国家独立を提唱します。これ以上のお楽しみはさすがに不粋というものだ。どうですか、
そういえばノイエブラン真相回転どなかなか挨拶に伺えずに失礼しました。なんのこちらこそ知らぬ中でもないのに挨拶にも出向かずに悪かった。そういえば死に損ないどもは元気か？嫌になるくらい元気な方々ばかり。まああなた方のおかげで未だに夢見が悪いご老人もいらっしゃるようです、ね、長老会を襲って人質に取ったりしたからね。依頼で不在で正解だったようだ。あ、ひょっとしてイン？東方人街最強っていう伝説の巨そういう名前はブラッディ・シャーリー。わずか16で最強の両兵団の大隊長。うん、一人の方が動きやすいんだけどね。それよりもね、かっこいい覆面はしてるけどつけない方が強いんじゃない？筋肉の使い方も不自然だし。普通にしてた方が強いはずなのに。もっほうほう親バカかもしれんが、こいつの見る目は確かでな。ま、気に障ったのなら俺からも謝罪させてもらおう。別に。さあ、くだらぬ挨拶を続けるなら先に行くぞ。すみません。では、またの機会。ああファルコ。さてと、はい、よっしゃ、よし。サイツを今我衆
ですし、晴れて本当に良かったです。そうだな、マリアベルさんに招待された時は何事かと思ったけど何かの罠と思ったとか、未だにちょっと敵視されているみたいですし実はちょっと思った。ごめんな、ティオも。帰ってきたばかりなのにこんな情けないところを見せて。無理もないと思います。目の前であれだけの人が亡くなったんですから、普通ならショックだと思います。いや、捜査官になった以上どこかで覚悟していたことだ。ヨアヒムの件もあったからなんとか慣れたつもりだったけど、捜査官としてもリーダーとしてもまだまだ覚悟が足りなかったみたいだ。慣れるというのは覚悟にあまり関係ないのでは。それを言うなら私なんて覚悟完了していることになります。多分ランディさんの次くらいに人の死に慣れていますから。ですが、私はロイドさんより捜査官に向いているとはとても思えませんし、リーダーをやれるくらいの覚悟があるとも当然思いません。みんながロイドさんに求めているのは多分違うと思います。ティア、そうだな、確かにそうかもしれない。受けたショックを覚悟の不足と取り違えて動けなくなってたみたいだ。ならどうか動いてください。めったにない全員でのバカンス、みんなに楽しんでもらえるよう配慮するのはリーダーの役目では。ああそうだな。サンキュー、ティオ。
ちょっとみんなと軽く話してくるよ。ええ、それがいいこと。でも、ああ、悪い悪い。あ、子供扱いしたわけじゃなくて、感謝のつもりっていうか。いえ、気にしてません。その、むしろ、息子。え？なんでもありません。早くみんなのところに行ってきてください。あ。やあ、ロイド。どうやらカツを入れてもらったみたいだね。ワジの方は、いつも通りのクールさっていうか。まあ、僕はそれが売りだから。それに今までにも、理不尽な死に立ち会った経験がないわけじゃない。クロスビルに来る前だけど。そうなのか。って、ワジの口から、初めて昔のことを聞いて、クロスベルの出身じゃないのはなんとなく聞いてたけど、それは企業秘密かな。でもスラムで暮らしてたこともあるよ。旧市街なんかよりもはるかに救われないようなゴミだめにさ。アルカンシェルの首里も辺境のスラム出身らしいけど。ああ、ノーザンブリアの子だね。あそこひどいからな。外で良兵をしている連中の送金でなんとかここをしのいでるくらいだ。ああ、噂は聞いたけど。ってまるで言ったことがあるような口ぶりだな。さてね、平気そうって言ったけど、少しキレがないっていうか、何かあったのか。僕の方は別に、ただバイパーの方ではいろいろとあるみたいだね。バイパー、バルドたちのことか。まあ、あんな別れ方だったから、さすがにちょっと気になる。神秘的なカリスマが売りらしい。クールビューティーな僕でもね。自分で言うなって。でも、バルドのことは俺も少し気になってたんだ。時間が空いている時にでもちょっと様子を見に行こうか。そうしてくれるとこちらも助かるかな。お邪魔だったかな。うん、その通商会議の時の出来事について、それとディーター市長の提案について話してた。提案？国家として独立するってあれか。ええ、私にとってはちょっと人事ではないわね。まさかおじさまがあんなことを考えてたなんて。私もその正直人事じゃない感じです。警備隊の存続にも関わってくる話ですから。そうか、帝国と共和国はクロスベル警備隊の規模縮小を要求してきているんだよ。代わりに自分たちの軍隊を
タングラム門とベルガード門を駐留させようって。ええ、どう考えてもクロスベルからさらなる富を吸い上げるために結託したとしか思えないわ。そしてあわよくばお互いの隙を狙って併合して果実を独り占めをする、その準備としか思えないもの。確かに。となると市長の提案はそれに対抗する案でもあるのか。ええ、国家として独立すれば今まで両国に押さえつけられていた警備隊の装備も充実できます。ノエル、でもおじさまの提案が現実的かどうかと言われると、帝国と共和国からは早速否定的な声明が出されているわ。でもリベールやレミフェリア、アルテリア報告などは好意的に受け取る声明を出してくれて、正直もどかしい状況だわ。そうだな。今日招待してくれたマリアベルさんなんかは、どちらかというと彼女は今は IBC の運営の方に専念しているみたいに、今回の提案についてはそこまで関わっていないみたい。そうです、せっかくの機会だからお聞きし。そうね、私もなあ、こういう時だからこそさ、目いっぱい楽しんでいかないか。めったにない休暇でミシュランのホテルに宿泊だぞ。しかもあのテーマパークで遊びたい放題だって言うし、さぞかし頭を空っぽにできるんじゃないかな。で、あんなことがあった。あんなことがあったからさ、この先クロスベルの状況がどうなるか。俺たちの仕事だって大変になる可能性が高いだろう。だからこそ、なんていうか、思い出が作りたいんだ。え？それって、え、なんでそこまで反応するんだ。あ、さすがに臭すぎたかな。臭すぎっていうか、エリーさん、わざとやってるんですか。その思い出っていうのは特定の誰かのことじゃないわよね。あ、もちろんそう。みんなで休暇が取れるなんてめったにあることじゃないから。課長には申し訳ないけどさ。はあ、そうですよね。あれ、ひょっとして俺、さっきからみんな落ち込んでるみたいだから少しでも元気づけようと。本当に天然というか。
なんだかな。悪かった。拗ねないの。ごめんなさい。私たちの方こそ、ちょっとそうですね。やっぱりバカンスに行くなら、目いっぱい楽しまないと。そっか。よー、ロイド。しかし、マリアベルお嬢さんも随分太い。ミシュラムのリゾートホテルも、テーマパークも遊びたい放題。そうだな。なあ、ロイド。勘違いさせてるみたいだから、一つ言っとくぜ。テロリストどもが殺された件、身内があんなことをやったことに、俺がショックを受けてると思ってる。それは、いや、ちょっと違うな。ランディは自分自身のことで何かを引きずっている。おじさんたちのことはそこまでこだわってないんじゃ。そっか。ダチがいたんだ。俺より一つ下で子犬みたいな目をしてた。多分団以外で初めて知り合ったダチと呼べるような存在だ。いろいろあってそいつはいなくなって、やっぱりいろいろあって俺は団を抜けてさまよった。そしてクロスベルにたどり着いて警備隊に入って。だが俺は骨の髄まで折れてしかなかったみてえだ。おじきの言う通り、テロリストどもが殺された顛末は俺には珍しいもんじゃなかった。確かにあの程度の殲滅戦、戦場じゃ日常茶飯事だったからな。俺があの時切れたのは義憤に駆られてのことじゃねえ。テロリストどもを憐れんだからでも、おじきに怒りを覚えたからでも、俺は2年経っても全く変わらない自分に、骨の髄まで良平でしかない自分に心底呆れちまっただけなんだ。それで八つ当たりみたいに掴みかかって殴り飛ばされた。そっか、確かにそれはカッコ悪いかもな。だろう。まったく、クールな伊達男の俺様がなんつう無様な。でもさ、ちょっと嬉しいかな。なんていうか、ランディっていつも大人で余裕があるから、でもそうやって自分をさらけ出してくれると仲間としては少し嬉しい。多分俺だけじゃなくて他のみんなも同じだと思う。それに骨の髄まで良平だなんてただの思い込みじゃないのか。少なくとも俺はランディがミラのために戦争を受け負うのが好きなタイプには思えない。お調子者で夜遊びが好きで少し好戦的で熱くなりがちだけど、ちゃんと引き際もわきまえてる。そしていつも年下の俺たちをフォローしてくれる兄貴分、それが俺の知っているランディ・オルランドって男だ。だから少しくらいカッコ悪いところを見せたからって気にする必要はないさ。むしろその方が俺やエリーたちだって。分かった、皆まで言うな。どうやらお前のポテンシャルをまだ。どんだけだよこの天然たらしは。天然たらし、よくわからないけど、そこまで逆ギレされること言ったか。なあ、もう映ってるのがバカバカしくなってきたぜ。こうなりゃとことんミシュラムを満喫してやる。テーマパークで遊びまくって夜は姉ちゃんをナンパするぞ。お前も付き合え、この弟野郎。りょ、よくわからないけど元気出してくれたのかな。
どこにいるかと思ったら、やっぱり少し心配させてたみたいだな。キア、ここにいたのか。あと少しだよ。テーマパークもあるから、着いたら目いっぱい遊ぼうな。うん。ごめんな、キア。最近ずっと寂しい思いをさせちゃってたみたいで。ううん、全然平気だよ。詳しくは知らないけど、みんなが落ち込んでるのはなんとなく分かったから。みんなを元気づけてあげたかったのに、結局何にもできなくって。あ、十分元気をもらってるよ。キーヤがそばにいてくれること、それがどれだけ俺たち全員に力と元気をくれていると思う？そうなの？本当にそうなのかな。なんか分かんなくなっちゃった。いや、俺のせいってわけじゃないと思うんだけど。でもせっかくだから、みんなで目いっぱい楽しもう。テーマパークすごく楽しみにしてただろ。ティオはちょっと年齢制限に引っかかりそうだけど。そのあたりのマナーはわきまえているつもりですが。ティオ、それにみんな。あれ、どうして？なんとなくみんなで集まっちゃったと。それにそろそろ到着するみたいだからね。ああ、そ、さてと、確かマリアベルさんが待って。ええ、9時半に待ち合わせだからちょうど時間のはずだけど。あ、来た来た。この声って、まさか。お姉ちゃん、皆さんおはようございます。ちゃんかよ。どうしてここに。昨日会った時そんなこと言ってなかったじゃない。お姉ちゃんたちをびっくりさせたくって。それに特別ゲストは私だけじゃないよ。来たみたいね。よし、メンツも揃ったし今日は楽しめそうね。え、この声は。おあ、セシルだ。それにイリアさんたちまで。へえ、また綺麗どころが集まってるじゃないか。こんなことをしそうなのはベル、あなたね。正解ですね。マリアベルさん、これは一体どう。皆さんを招待したついでに、日頃仲がいいと聞いている方々もお呼びしたわけですよ。アルファシルの方々は来月始まるリニューアル公演の激励も兼ねていますけれど。弟くんたち、ヤッホー。どうも、ご無沙汰しています。
で俺まで。なんて言ったらいいのか、セシルね、休暇取れたんだ。ええ、偶然取れたところにイリアから連絡があって。ロイドたちも来ると言うからお言葉に甘えちゃったの。いや、すごく嬉しいよ。うわ、俺は夢でも見てんのか。セシルさんに、イリアさんに、綺麗どころがこんなにたくさん。ヒャッホー、テンションマックスだぜ。ランディさん、うざいです。ま、気持ちはわかるけどね。でも、ちょっと驚きました。ひょっとして泊まる場所も同じホテルに用意してくれたの？皆さんのお部屋はホテル3階の VIP フロアに用意しています。まずは部屋に案内しますから、荷物を置いてくるといいでしょう。その後ミシュラムリゾートの新たな目玉に行かれるといいですね。新たな目玉テーマパークではなく私も聞いてびっくりしちゃったんですけど、実はその新しい施設がオープンしたらしくって、昼まで貸し切り状態にしてくれるらしいのよね。ええ、ぜひとも皆さんね、楽しんでもらいたいですわね。その施設というのは内陸にあるクロスベルのためにわざわざ作り上げたパラダイス。美しきエルム湖を望む純白のレイクビーチですわ。合成すぎんだろう。僕たちに合わせてベッドの数も調整してくれたみたいだね高級ホテルならば当然。この部屋に関しては外からも鍵がかかるようにしておきたかったのですけど。それってしょうがないっすかね心外だな。いくら僕たち以外は全員麗しい女性たちだからってさ。まあ和治さんに関してはなんとなく信用できそうですけど、ロイドさんとランディさんは正直信用しきれませんから。特にロイドさんは要注意危険人物ですし。え？どうせ君のことだから。ふと夜中にラウンジに出てみたら眠れない女の子がいて、それで話しているうちにいい雰囲気になりそうだよね。おお、いかにもありそうだな。ロイドさん、従業員用の仮眠室あたりに泊まっていただけるかしら。いや、ありませんからちなみに私はこの後取締役会がありますから一旦町へ戻りますけど、くれぐれも水着姿のエリーたちに熱情を催さないよう注意なさい。悪さをしたら保安部を呼んで湖の真ん中に叩き込みますわよ。だからしません。でもマリアベルさん、やっぱり相当お忙しいんですかお父様があんなことを言い出してしまいましたから、さすがに IBC の業務を並行することが難しくなったようで、すべて取締役会で引き取りました。当然私にもしわ寄せが回ってきてるわけです。そうですか。本当に適当に息抜き、休息とストレス解消は美容と健康にもいいお気遣い感謝します。お伝えしたように湖水浴場の受付は1階アーケードの右翼方面にあります。
そこで水着もレンタルできるので更衣室で着替えてくださいね。もちろん男子の方ですよ。いや、念を押さなくても。とにかく了解っす。湖水浴場は皆さんのために昼まで貸し切りにしています。午後からはテーマパークで存分に楽しむといいでしょう。そちらは行ったことがある人も多いでしょうから。それと夜は迎賓館の方にディナーの席を用意しています。清掃の必要はありませんから時間までに来てください。わかりました。至れり尽くせりで申し訳どういたしまして。良き滞在を。存分に羽を伸ばしてくださいね。なんだかんだ言ってすごく親切な人なんだよな。妙に敵視してくるのは勘弁してほしいけど。まあ運命。それじゃあ早速ビーチに行ってみるかね。そうだね。女性陣はどうしても準備に時間がかかるだろうし、先に行ってもいいんじゃない。そうだな。それじゃあ一応声をかけていくとするか。ここなら。それ。それ。
まあこんなもんかな。それ。ここがビーチの受付か。ここで水着とかも借りられる。いや、こんな場所が作られてるなんて夢にも思ってなかったぜ。早速受付を済ませておこうか。
こんにちは。ようこそレイクビーチへ。特務支援課の方々でいらっしゃいと。マリアベルのお嬢さんが伝えといてくれたのかね。はい、本日の昼過ぎまで貸し。水着についてはこちらの方にサンプルを用意しましたので、お好きなものをお選びください。へえ、さてどれにすっかね。しかしロイド、特務支援課に入ってから最大のご褒美って感じだよな。さすがに大げさだろ。確かにみんなどんな格好をしてくるかちょっと楽しみだけどさ。そうだろう、そうだろう。しかもイリアさんやセシルさんの水着だぞ。加えてリーシャちゃんみたいな超有望株なんかもいるし。落ち着けって。でも何気に俺たちの周りってスタイルのいい女性が多いよな。セシルネイやリーシャもそうだけど、エリーもかなりグラマ。リアさんはモデルみたいだし、ノエルやフランちゃんも出るとこ出てるしな。シュリゾーはこれからに期待ってことで。失礼だぞランディ。あ、そういえばキーヤって泳げるのかな。聞いたことはなかったけど。大昔のことだし本人も覚えてねえんだろう。一応溺れないように誰か見てた方がいいかもな。ああ、そうしよう。親バカだね。ワジ、もう着替えたのかよ。ああ、外で待ってるよ。アディオス。怪しいって、マジか。そりゃいつも基本的に怪しいやつだ。いやー、そうじゃねえ。俺たちが喋っている間素早く着替える手際を通して男女兼用にもなるセパレートタイプの理想。怪しくないか。どこが怪しいんだかさっぱりわからないんだが。たく、僕のエンジン。俺たちも早く着替えようぜ。だな、待たせても悪いし。やあ、ワジ、お待たせ。よ、おいし、そんじゃ行くか。ああ、え、なんだ。なんか変なとこでもある。いや、男の水着姿ってのはさして面白くないと思ってね。まあ二人とも体格はいいからがっかりはされないと思うよ。あのな、余計なお世話だっつうの。それじゃあビーチに出るとしようか。
すごいな。ビーチなんて初めてだけど、こんな綺麗だとは思わなかったよ。普通のビーチは海沿いだし、砂もこんなに白くはないから。多分大陸中東部にあるホワイトヘブンって砂浜から砂を運んできたんじゃないかな。マジか。ありえなさすぎだろう。改めて IBC の資産力が。それより女性陣が来る前に。ああそうだな、やっぱビーチにパラソルとかは定番だろう。なるほど、雑誌とかでもそんな写真があった気がする。よし、手分けして設置するか。ふう、こんなもんかな。ああいいんじゃね。上出来上出来。それじゃあ早速僕は休ませてもらおうか。あのな、なんだか俺以上に遊び慣れているな。みんな似合ってるね。そうかしら。あまり自信はありませんが。ロイドさん、誰の水着姿が一番似合ってますか？え？もうフラン、ロイドさんを困らせないの。どうしたんだい、さっきからぼーっとしてるけど。さすがに刺激が強すぎか。うん、みんなものすごく似合ってて、ビッグそのままグラビア写真とか撮られても。おありがとう。ロイド、さすがはロイドさん。やはり立場悪いです。あれ、こいついつか絶対身を滅ぼすな。まあ、それも男子の本懐じゃない。やっほー、お待たせ。うわ、これはすごいわね。天国みたいな場所ね。一面真っ白です。
綺麗というか圧倒されると。オーラが違う。そんな感じですね。あら、あなたたちだってなかなかイケてるじゃない。うんうん、眼福眼福。そうね、エリーちゃんも思った通り、すっごくグラマーだし、キーヤちゃんもティアちゃんも抱きしめちゃいたいくらいだわ。あ、あはは。セシルさんの胸で言われても。本当？でも本当に綺麗なビーチですね。まあ悪くないかな。って、あんたらいつまでボケっとしてんだよ。危ねえ危ねえ、一瞬あっちの世界に行ってたぜ。男って単純ですね。ま、女性に比べたらシンプルな生き物だよね。うんね、これは負けてられないかも。お姉ちゃん頑張ろうね。無茶言わないでよ。その調子その調子。さあ、なんか分かってきたかも。ライド、手を離して。大丈夫か。それじゃあ。おお、キーヤ、やっぱり泳いだことはあったんじゃないか。やるじゃん、チビ。リーシャネ、俺にもコツ教えて。はいはい、そうね。ちょっと上半身に力が入りすぎているから。なんだ、二人ともあっという間だったな。ねえねえシュリー、あっちの岩まで泳ごう。なんで俺が。気をつけてな、二人とも。岩より向こうには絶対に行ったらダメだぞ。ランちゃん。あ、もう付き合えばいいんだろ。掴んじゃったみたいですし。前にも泳げていたのは体が思い出しただけかもしれないけどね。でも修理も結構すごいよな。今まで一度も泳いだことがないって言ってたのに。ここ最近の練習で体のバネとしなやかさが相当鍛えられ、ちょっとコツを教えたらあっという間でしたね。そうか、頑張っているみたいだな。そういえばアルカンシェルの舞台リニューアルするんだって。はい、リニューアルといっても金の太陽銀の月であるのは変わらないんですけど、シュリちゃんが新たな第三の姫として登場する、あれ彼女がメインのシーンなんかも追加されているんですよ。そりゃすごいな。まさか最初に会った時はこんなに早く活躍するなんて。そうですね、多分イリアさんの導きとシュリちゃん自身の頑張りがあったからだと思います。私なんかお疲れ。まだまだ時間はあるからのんびり楽しんでいこう。はい。それにしても背はそんなに高くないのに相当じゃなくて。まだ正午まで時間はあるし、俺もみんなに混ぜて。
セシル姉たちは日光浴か。湖にはまだ入ってないみたいだけど、ちゃんと楽しんでるかな。ええ、ここでゆっくりするだけでも十分。エリーさんやリーシャさんともいろいろとおしゃべりできるし私たちもそれは楽しいんですけど、セシルさんったらさっきからロイドとの仲はどうとかそんなことばっかり聞くんですから。ええ、ちょっとびっくりしちゃいました。あのなセシルね。だって気になるじゃない、姉たるもの。弟の交友関係は常にチェックしておかないとね。そして誰が将来のお嫁さんになるかバッチリ当たりをつけておかないと。いやいや、そういうのはいいから。さすがイリアさんの幼馴染の方だけはありますね。そうだロイド、せっかくだしあなたも日光浴していかない？デキチェアにも空きがあるし、いろいろとお話ししましょうよ。いやさすがにこの輪に入るのは今回は遠慮させてもらうよ。あら今さら恥ずかしがることなんてないでしょうに。ええ、そうですよ。私もいろいろお話ししてみたいですし。そう言ってくれるのはありが。それじゃあその代わりに私たちに日焼け止めを塗ってくれないかしら。え？ええー？ちょっとセシルさん、さすがにそれはちょっと。いいじゃない、私は全然問題ないわよ。エリーさんもリーシャさんもなるべく日焼けは避けたいってさっき言ってたじゃない。それに今さら恥ずかしがることなんてないってエリーさんも言ってたし。わかりました。それじゃあロイドお願いするわ。エリー、だって他のみんなはそれぞれ自分の遊びに夢中じゃない。なるべく日焼けを避けたいのは本当の話だし、ランディとかに塗られるよりはあなたの方がいいかと思って。そうです。イリアさんもホテルの部屋で私が日焼け止めを塗りましたし、そのロイドさんならそこまで抵抗はないかもしれま。リーシャまで。ほらロイド、お姉ちゃんとこんな可愛い子たちがせっかく頼んでるんだから。日焼け止め。わかったよ。慎んで塗らせてもらうから。慎んでって。テンションがなんだか変になってますね。じゃあ早速、最初は誰に塗ってくれるの？それじゃあエリーから塗らせてもらおうかな。私？いいけど変なところ触らないでよ。全焼させていただきます。それじゃあ失礼と。ごめん。うん、冷たくてちょっとびっくりしただけ。大丈夫だから。そっか。これは予想以上に心臓に悪いな。それにしてもエリー本当に綺麗だよな。肌なんか真っ白だし、パールグレーの髪がよく生えてるっていうか。ちょっと突然黙らないでちょうだい。まさかいやらしいことを考えてたんじゃないでしょうね。滅相もございません。下手したらマリアベルさんに本当に固定に沈められる。心を限りなく無にするんだ。ロイドさん、なんだか東通りのお地蔵様のような顔になってるみたいですけど。ロイド、エリーさんが終わったら。改めて見ると、ありがとうロイド。このま
そう。セシルさん、その格好で寝るのはいろいろと危険だと思うんですけど。ちょっとおおらかすぎますよね。だって気持ち。それじゃあ目が覚めるようにみんなに冷たい飲み物でも買ってこようか。あら、いいの？ある意味夢みたいな体験をさせてもらったからな。正直これくらいしないとエイドスから罰が下りそうだよ。ロイドさん？ああいや、それじゃあノンアルコールのカクテルか何かでいいかな。ええ、急がなくてもいいからね。ああ、ありがとう。ボールが見えませんでした。全身のバネを使った申し分ないスパイクだったね。さすがはイリア・プラティエといったところかな。どういたしまして。すごっ。ああ、弟くん見てたんだ。私の必殺技はどうだった？はい、本当にすごかったです。いや、マジで恐れ。俺のスパイクも難なくレシーブされちゃ。ワジ君もここしかないってところにトスしてイリアさんをアシストしてたし。僕のはただのまぐれさ。それに君たちもなかなかのコンビネーションだったじゃん。いや、正直みんなハイレベルすぎて、このメンツで大会なんかに出たらすぐにでも優勝を狙えるんじゃないか。まあ現実はそんな簡単にはいかないでしょうけど。そうだ、次のゲームは弟くんも混ざらない？それじゃあお言葉に甘えて、と言ってもビーチバレーのルールは基本は普通のバレー。違いを大雑把に言うなら、あと実際は先に21点取ってようやく1セット勝利になる。今回は気軽に楽しもうってことで1ゲーム12点先取の変則マッチでやってるよ。うん、なるほど。まあ細かい話は置いといて、早速チーム分けといこうじゃねえか。ロイドが入るなら誰か一人抜けて審判に回らなきゃならんでしょ。あ、そうか。なんだか邪魔しちゃったかな。別にいいわよ。それじゃあ弟くん、チームを組みたいパートナーを選んでくれるかしら。わかりました。ランディ、よろしく頼む。よっしゃ、任せとけ。それじゃあ残りのチームと審判に回る人も決めましょう。まあこっちは公平にじゃんけんでいいんじゃない。了解、さっさと決めちゃいましょう。それじゃあ今度はノエル。わかりました。ほい。ノエル。はあ。とりゃ。行くよ。なんてね。イリアさんチーム得点数。さすがはワジー。
コスイム。ひとまあうろろこうなったらこゲームセット3対12でいやー楽しかったわね。弟くんが入ったおかげでチーム分けもいろいろ楽しめたし。お約束のサービスシーンのエルあたりが、ついついビーチバレーに熱中しちゃって、先輩にマジか。イリアさんの過剰反応も気になるんですけど。ああそうだ、みんな、なんだったら俺が売店で冷たいもの。おっと気が利くわね弟くん。確か聞いたところによるとミシュラムに、ああベルコーラって言ってシュワシュワして爽快な飲み物らしいですけど。それはなかなかよさ。それじゃあみんな、うん、まあ今はそこまで喉が渇いているわけじゃないから。しちゃったか。いや、そんな一生懸命に。いえいえ、とんでもないです。一応砂でお城を作っていたところなんですよ。いわゆるサンドクラフトですね。ただなかなかうまくいかなくて。なかなか難しい。そうだ、せっかくですしロイドさんも手伝え。お、ええ、そうですね。作業が進展するかもしれない。ああ、わかった。俺でよければ。さすがロイドさん、ありがとうございます。とは言っても、まあみんな似たようなんでは。早速よろしくお願い。ふう、だいぶできてきましたね。え、完成まであと、うん、やはりなかなか難しいです。もしかすると砂の強度に問題があるのかもしれないな。強度ですか。一応バケツに砂とお水を入れて土台はしっかりと。それでも作っていると砂が乾いてくるだろうしな。水を足しつつやった方がいいって聞いたことがある気がする。なるほど。それじゃあ水はどれくらいずつ。
確かほんのあまり水をつけすぎ。確かに。ではかなり完成に近づいてき、うんうん。そう言ってもらえると。ではいよいよ仕上げに入りましょう。メインの城の部分のディテールアップですが、ロイドさんにお願いしていいですか。ああ、わかった。全てはロイドさんにかかってます。プレッシャーをかけられてしまった。さて、水で強度を高めているとはいえ、重要なのはおそらくスピードと力加減だ。よし。ついに。あー、やったやったー。感無量です。ロイドさん、お疲れ様でした。そんな、二人が頑張ったおかげさ。いえいえ、ロイドさんのおかげですよ。ザイトもお疲れ様でした。終盤は不足した砂や水。そうだ、そういえばこの城って名前はあるの？名前？いや、せっかく苦労して作ったんだし、そういうものがあれば。一理ありますね。ミッシーキャッスル。へえ、ティオちゃんずるい。だったら私はバンバンキャッスルがいいな。ミッシーはおなじみだけど、バンバンっていうのはフランのお気に入りのぬいぐるみだったっけ。ですが、同じ城に2つの名前はこの際ですし、ロイドさんがどっちがいいか。うん、ロイドさんが決めるなら文句はないですし。何気に責任重大。そうだな、せっかくミシュラムに来たこと、今回はミッシーキャッスルでいいんじゃないか。言われてみればそうですね。ありがとうございます。丸く収まったみたいだな。そうだ、ディオ、フラン、ずっと砂浜にいて、よかったら後で冷たいものでも持ってくるけど。そうですね、私は売店にあったかき氷を食べてみたいです。あ、私も食べたい。ロイドさん、お願いしてもいいですか。ああ、任せてくれ。サイトにはフランクフルトでいいかな。頼んだ、だそうです。うん、でも急がなくても全然結構ですから。せっかく来てるんですし。綺麗な石だな。これどうしたんだ。さっき泳いでる途中でこのちびっこが拾ってきてさ、どうもあっちこっちに落ちてるみたいだから、ちょっと探してみてたんだ。監視員の人に聞いてみたら、ホワイトストーンっていう石なんだってさ。ここの砂って外国から運んできたみたい。多分その辺りで取れるものが混ざってたってところだろう。その分だと結構大きいのも埋まってるかもしれない。本当？ねえねえ、それじゃあみんなでこの、それで最後に一番大きいのを持ってた人が。ふふ、面白そうじゃん。当然
あんたも参加するよな。ああ、せっかくだし、参加させてもらおうかな。決まりだね。そんじゃ、あんたもホワイトストーンを見つけたら、俺に教えてくれ。最後に大きさを比べっこして、一番大きいのを持ってたやつが勝ちな。了解。よし、それじゃキーヤ、絶対一番大きいのを見つけて。お前らなんかに負けてたまるかってのは。手のひらにすっぽり収まるくらいの大きさだ。キーヤもシリもこのくらいは見つけてそうだけど。少し小さいかな。もっと大きいのがありそうだけど。あったけど、もう少し探してみるか。おお、水晶玉みたいなサイズだ。これだけ大きかったら。ホワイトストーンを見つけたみたいだな。早速俺たちのホワイトストーンと。ああ、
早速し、そんじゃ、それじゃ大きさを比べるぞ。一斉の背で自分が持ってる一番大きい石を出すんだ。ああ、了解だ。準備 OK だ。よし、一斉の背。うわー、ライドのホワイトストーン、すっごく大きい。まさかそんなのを見つけてくるなんて。さすがにこれは負けを認めるしかなさそうだ。それじゃあ俺の勝ちってことで良さそう。子供相手に大人げないやつ。それを言われると立場がないんだけど。でも本当に大きくて綺麗だね。キーヤンもそんなのが欲しかったな。そうだな、俺ももう少し探してみようかな。そうだ、せっかくだしプレゼントしてあげようかな。それじゃ、このホワイトストーンはキーヤにプレゼント。え、本当にいいの？ああ、もちろんだ。せっかくビーチに来たんだし、その思い出にするといい。大事にするね。チェ、いいな。ごめんな、シュリー。君はキーヤよりお姉さんだから、今回は我慢してくれるかな。欲しくなかったし。そうだ、キーヤ、シュリ、何か詰め、ライドン持ってきてくれ。ああ、ずっと見ず、売店にあったアイスクリームが食べたいかも。アイスクリームか。じゃあ、ああ、でももうちょい遊んでたいから、すぐには持って。ああ、了解。みんな一通り遊んで、今はのんびりと。なんだか俺もみんなに冷たいものを買ってくる約束をしてるし、売店は階段を上がっ、やあ、いらっしゃい。貸し切りのビーチ。あの、いろいろとまと、ああ、さっきちょうど商品、あ、そういえば、ああ、お代は結構さ。マリアベルさんの言いつけでね、君たちが貸し切りの時間帯は、そ、至れり尽くせりというか、マリアベルさんには、あ、それじゃあ注文する。ええ、よ、ベルコーラが4つとアイスクリームが2つと。一度にそれだけ持ってくつもりなのかい？もしかして君、お人よしすぎて自滅するタイプ？いや、疲れたけど存分に堪能させて。欲を言えばセシルさんやリーシャちゃんにもビーチバレーに参加してほしかったな。え、なんで？コーラランディ、ライド君は何を想像したのかな。お前できたな。ちゃっかりお嬢やセシルさんたちの日焼け止めなんか塗ってるしよ。いや、なんかすごかったとしか言いようがないんだけど。だと？この一人だけおいしい目に遭いやがって。うわ、ギブギブ。で、ロイド、誰の水着姿に一番グッときた？
タイルがいいとは前から思ってたけど、困ったな。これから仕事で一緒の時に意識しないといいんだけど。やれやれ、男二人して。なっ、ワジ。おいおい、もう気が…ま、若いんだから妄想を膨らませるのは仕方ないと思うけど、もうちょっと余裕があった方が女の子の受けはいいんじゃない。その上で相手に興味があると思わせられれば。いや、そんな話をしたんじゃ。大胸通りだが、ずいぶん上から目線じゃねえか。うん、だって僕モテるし。一足先にホテルのテーマパークに行く前に一休みして。アデュー。前も確認し損ねたし、なんだよこの敗北感は。まあ相手が悪いかもな。未だに気が向いたら夜ホストのバイトをしに。なんて羨ましい。チャラ。俺は一度尾行でもして。全然説得力がないな。ごめんなさい、ちょっといい？ああ、もう出んのか。ええ、イリアさんたちに誘われてショップを覗いてからテーマパークに行くつもりだけど。そのキーヤちゃん、こっちに訪ねてこなかった？キーヤが？なんだ、キーボーがどうした？それがついさっきロイドのところに行ってくるって部屋を出て行ったんだけど。どこに行ったのかしら。そうなのか。ティオスケかチャイトと一緒にいるんじゃねえのか。ええ、そうかもしれないわ。ごめんなさい、もうちょっと探してみるわね。なあ、ちょっと待った。イリアさんたちを待たせているんだろ。キーアは俺が探しておくから、エリーはそっちに行ってくれよ。え、でもずっとエリーたちに任せきりなのも悪いしさ。ちゃんと見つけてテーマパークに連れて行くよ。それじゃあお願い。キーヤちゃんにも新しい服を見てあげたかったんだけど。キーボーも相変わらずモテモテだな。そんじゃ早速探してみるか。ああ、俺一人で十分だよ。ランディもショップを覗きたいって言ってただろ。そうか、うん、そんじゃ下の宝飾店にいるから何かあったら声をかけてくれ。宝飾店って確か会員限定の。ああ、なんでもマリアベルお嬢さんの口利きで俺たちでも入れるらしいぜ。店員は微妙にムカつくが品揃えには興味あるしな。そっか、分かった。ちょっと覗いてみようかな。さてと、キーを叫ぶホテルの中からは出てないと思う。もし見つからなかったら他の場所も探す必要があるな。